馬戦勝利で終えて、弓場選手が振り返って群馬戦どんな一戦でしたか？まあそうですね、内容はまあ試合、ここ最近の試合に比べたらすごく悪かったと思うんですけど、まあ本当6戦勝ちなしっていうところで本当勝てたことが一番良かったなっていうのはあります。町田に対しての印象など何かお持ちですか？そうですね、まあボールを大切にするチームかなっていうのもあって、まあ結構厚みのある攻撃してくるチームっていう印象があるので、まあ本当どれだけ耐えれるかっていうのもありますし、まあ、まず先制点取ることで試合の流れの運びが楽になるかなっていうのは思ってるので、本当最初に先制点取った方が試合を有利に進めれるかなっていうのは思ってます。の次の試合で出場した場合はどんなプレーでチームに貢献したいと考えていますか？そうですね、まあ、前回群馬戦の時は、まあ、アシストにならなかったんで、クロスのシーンが、まあ、本当得点に絡むようにしたいですし、まあ、得点に絡むプレーもしたいけど、まあ、自分の強みであるその守備の強度だったりは、まあ、前回の群馬同様にもっと出していきたいなって思ってます。じゃあその最後になりますが、サポーターに向けて意気込みだったり一言お願いします。そうですね、まあ、昨日天皇杯でホームで勝ちたんですけど、まあ、リーグ戦としては、まあ、4月10日からの徳島戦から勝ってないので、まあ、本当ホームでやれることは本当嬉しいですし、まあ、たくさんのサポーターの皆様が駆けつけてくれると思うので、まあ、勝利勝ち点3をプレゼントしたいなっていうのは思います。改めて町田戦の位置づけとそれを踏まえた意気込みをお願いします。まあ、まずはもう絶対に勝利しなきゃいけないゲームだと思ってます。リーグ戦ではホームでなかなか勝ててない状況でもあるので、もう目指すゲームになると思います。町田の戦術など、まあ、警戒する点だったり具体的に警戒する選手がもしいたら教えてください。そうですね、まあ、前線のもう今3枚に5試合ぐらい前から3枚に変えてて 3D バックに変えてて、で、まあ、まあチョンテセもしくは、アラウジョ、ビニシウスですね、そんな選手が出てくると思うんですけども、まあおそらくチョンテセもしくはあとはシャドンのところに、ドゥドゥだったり、ヒラトっていう選手がいるので、まあ、そういった、ワントップ、ツーシャドウのコンビネーションっていうのは十分注意しなきゃいけないですし、あと、まあ、ワイドの選手も、まあ、太田選手含めていい選手いるので、まあ、そういったところはしっかり注意していきたいなと思います。天皇杯での選手たちの活躍を見て、なんか手応えだったり何か感じたことはありましたか？そうですね、まずはその、まあJFL のチーム相手で、まあ、ジャイアントキリング、まあ、一泡吹かせようと意気込んできているチームに対して、まずは自分たちがどう準備するかというところで、そのメンタル的なところにはすごく働きをかけて、まあ、普通の力を発揮すれば当然勝利する可能性は高かったゲームだっただけに、そのメンタル的なところをすごく心配していたので、まあ、そういった意味ではそのメンタルの強さというか、まあ、しっかり結果というところにこだわってやってくれたので、そういう意味では経験のある選手も多く出てたのもありますけども、まあ、経験のある選手服、あとは若手ユース出身の選手とかも含めて、こうみんなが一番となって戦ってくれたらいいゲームだと思います。群馬戦でも勝利して天皇杯でも勝利という形で、チームの雰囲気だったり感じているところありますか？やっぱり雰囲気は悪くなかったとはいえ、やっぱりなかなか勝ててない状況ですと少しこう自信なくしたりというのもありましたけども、やっぱここ群馬戦と昨日勝利したことで、やっぱり選手一人一人の顔つきがやっぱりこう自信に満ちてきた顔になってきてますし、もともと雰囲気は、ね、いいんですけど、そういったところにプラスそういった結果がついてきていることで、より力は出しやすい環境になったかなと思います。
ではじゃあ最後に町田戦に向けてサポーターへ意気込みだったり一言よろしくお願いします。リーグ戦では本当にホームで勝ててないのでもう絶対落とせないゲーム、勝ち点差をマストに取りに行くっていう、もう位置づけで、もう本当に選手たちにもハードワークお願いしたいですし、勝利に向かって、行くっていうその強いメンタルっていうところも見せてほしいなと思っています。